今宵天皇界最難関城代の入学試験が行われる。そして一人の入学希望者城がいた。これから行われる試験を見事突破し、無事天皇界最難関の城代に受かることができるのか。この番組は城大学とハワイ塾ワンの提供でお送りいたします。こんにちは、城です。本年度の入学希望者はこちらの電脳少女城さん1名。ペコリ、よろしくお願いします。彼女は事前にレベルチェックテストを受けていただきました。その結果を AI が判断して、シロさんが苦手とする分野がこの後の入学試験で出題されます。そんなの横暴だ。許されるわけがないだろう。あなたがもしこの入試を突破してシロ大学に受かったら、大学で何をしたいですか？シロは大学に合格したらサバイバル学科でゾンビの倒し方について学びたいです。素晴らしいですね。それでは試験の説明をいたしましょう。試験問題は全部で5問。今回の試験科目は英語のみ。問題がわからなかったら、テレフォンという機能を使用して、城大学に在籍する先輩のトレーナーと、河合塾ワンの先生に質問することができます。ちなみに、先生への質問は3回までは無料ですが、4回目からは1回500円となります。最終的に全問正解できれば城大学合格よ。え、何そのルール。お金さえあれば絶対合格できるやんけ。それでは試験開始です。それではお手元のスマートフォンから河合塾ワンにアクセスしてください。スマホで試験受けるの？これは河合塾ワンがプロデュースしたAI オンライン学習サービスで、スマホで学習が完結するので、いつどんなところでも勉強ができちゃいます。しかもシロとコラボしてる。では第1問。空所に入れるのに適切なものを次の選択肢から選びなさい。コリン、ホニャホニャ、ミー、ザッヒニューマイブラザー。1、セッ。2、トウド。3、4、わからない。やばいやばい、シロが苦手な範囲の問題が選ばれてる。レベルチェックテストで AI がスキップしていいと判断した問題が出題されないので、苦手な分野が抜き打ちで出題されます。けど勉強頑張ってきたシロなら正解できるはず。正解は2のトールドだ。ファイナルアンサー。空所に入れるのに適切なものを次の選択肢から選びなさい。 You ほにょほにょ、 Be too careful when you're driving. 1. Can't. 2. Must not. 3. Should not. どうしよう。4. 全然わからない。そうだ、テレフォンで城大学の先輩に相談してみよう。けど直接答え聞くのは絶対ダメだし、どうしよう。コツとかなら教えてくれるかな。すみません、先輩に一つお聞きしたいのですが、この問題を解くコツってありますか？この問題とかは暗記が重要になってくるから、毎日のルーティンに単語を暗記する時間を作るのがいいかもね。中学中とか学校、志望校に在籍する先輩のトレーナーから勉強のアドバイスがもらえます。河合塾ワンでは実際にはチャットを使用してのやり取りとなります。全然関係ないアドバイスきた。多分正解はこれだ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。イエ
空想に入れるのに最も適切なものを次の選択肢から選びなさい。 This is a reason なんちゃらかんちゃら They gave for denying his opinion 1. Which 2. Why 3. Who どうしよう4この問題もわからないよ。そうだ、次はテレフォンで先生に質問してみよう。先生、質問です。この問題がわかりません。この問題はね、文全体の構造は This が主語、 It が動詞、 The reason が保護である、ほにゃらら、 She gave for the night 河合塾案では実際にはチャットを使用してのやり取りとなります。訳すなら、これは彼の意見を否定するのに彼らが述べた理由であるといったところね。ありがとうございます。答え教えてもらっちゃった。入試だよねこれ。正解はこれだ。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解。では第4問、来いよ。空所に入れるのに最も適切なものを次の選択肢から選びなさい。 The cloud overturned cards in a sudden monge monge fire 1. In 2. Into それはきっとあれだから。 2. 正解はこれだ。 2. Into 不正解です。安心してください。こちらの動画をご覧ください。何見る。それでは問題です。 The crowd overturned cars and sat down と来て空所、その後ろに fire。 選択肢は1番 in、 2番 into、 3番 on、 4番 to となっています。セットはセット OC で O を C の状態にするという用法があり、この問題では them が O、 空所に入れる前置詞プラス名詞で保護となると判断できます。セット O on fire で O に火をつけるという意味を表し、空所に3番 on を入れると群衆は車に火をつけたという自然な文意が得られますので、これが正解となります。めちゃわかりやすかった。ではもう一度こちらの問題を解いてください。はい、こうなってこうだから、解ける解けるぞ。正解は3のオンだ。正解。あ、では最終問題。イエス、最終問題よ。はい。空所に入れるのに最も適切なものを次の選択肢から選びなさい。 I would rather you うにゃうにゃ here tomorrow 1. Stay 2. Will stay3. Are staying 4. Stay はぁ、この問題も苦手なやつだけど、シロには先輩も先生もサイトの講義もついている。絶対に正解できる。正解は一番の Stay だ。それでは問題です。おめでとう。やったー、クーソミスター。すごい、大学入試やってたはずなのに苦手分野が克服された。無駄がない。はい、ということで、シロが電脳界最難関の大学入試に挑戦してみたら、河合塾案の解説はもちろん、トレーナーの方や先生方のご協力のおかげで無事に大学に合格できました。まあ、あくまでヒロの実力であって不正行為なんて一切してませんから。ぬえそして皆さん、もうお気づきだと思いますが、ヒロ、河合塾ワンさんとコラボさせていただきました。河合塾ワンさんで春の勉強応援コラボキャンペーンをやっているんです。河合塾ワンさんで11
14日間無料体験を受講していただくと、受講者全員がシロからの応援動画が見られるようになります。そしてなんとシロが先生として英語を教えちゃう特別レッスンを用意しております。英語のレッスン目いっぱい頑張るぞ。ただこの特別レッスンは14日間無料体験が終わった後、本入会してからじゃないと見られないのでお気をつけください。なんかそもそも